じゃあ次ですね、先ほどは自頭廟、宝頭廟についてお話ししておりました。自らを灯火とする、この自らとは言葉を変えますと法であります。法を灯火とする、皆さんが幸せになるには拠り所、頼りとすべきものは自らであり法であります。この法と、ね、字は意と同義語、同じ意味の言葉でございます。じゃあこの法とは何か、法といってもちょっと漠然としてますけどね、これをね、この後にねあるのは四念住であるとお釈迦様おっしゃるんですね。八正道の正念の実践、お釈迦様は全ての人に幸せになるには正しい念を持つこと、正しい思いを持つことがあなたが幸せになる方法であると正念を説かれた。この正念を詳しく言ったのを四念住と言います。新念住、ね、十念住、新念住、法念住のこの新住、新法、この四つを四念と言います。四つの物柄に対して住む、心を留める、住所の住であります、ね、住む、心を一つに、住所ならば住むところですから、我々家ならば同じところにずっと住むようにね、心をですね、このね、自分とはこの4つだというふうに言ってもいいかもしれませんけどね、徹底した自己観察、自分というものをね見ていく、自己観察していく、これがあなたが幸せになる、悟りを開く唯一の道であると、こういうすごい言葉があるんです。今からの内容はね、この四念住について詳しく説いたお経が大念住経というお経でございます。大念住経というお経ね、これはね、初期仏教では非常に大切にされる、ね、有名なお経でございます。初期仏教といったら南アジアのね、スリランカ、ミャンマー、タイなどでは今でもね、お釈迦様の、初期のね仏教がそのまま残されていると言われます。大乗仏教はちょっと発展した仏教で、私たちは大乗仏教ですけどね、日本はね。でも本来の初期仏教ではこのお経がものすごく大事にされ読まれているお経でございます。まあ浄土真宗で言ったらね、大無量寿経みたいなものです、ね、大無量寿経と言ったら親鸞聖人が、ね、それ真実の経を表すならば大無量寿経これなりと言われたようにね、大無量寿経に全ての大事な教えが収まっていると、こう親鸞聖人は体験からおっしゃったんですけどね、まあ、本来お経といったらね、どれが、まあ、方便真実ということ、まあ、言えることもないですけどもね、そういうのは中国日本で生まれたものであって初期仏教ではないんですね。これが真実、ね、これは方便ということはないんです。どれもどれもね、その時にね、その人に対してなされた説法ですから、どれでもね悟りを開けるんです。でも特にね、この瞑想経典として知られてるね、この四念住について詳しく説いてあるお経、これがね、この一番ね、悟りを開きたい、本当の幸せになりたいとね本気で思っている方にはね、このお経がおすすめなんです、ねね、ありありとね詳しくね方法がね説かれています。実際勉強したらものすごい、私全部読んだんですけどね、なかなか難しいお経でございますけど、でもね素晴らしいお経だと思います。今日はそのね、ほんの一部分しか話できませんけど、まあ大まかなところだけね、今日は皆さんに紹介します。大念住経、ね、この住は、住むですけどもね、あ、これ間違ってます、はい、ね、住所の住ですね、住む、とどまる、心を、ね、一つに定めるから、これ新訳、新しい翻訳では十なんですね。現状以降の翻訳は、この字になっています。その熊良十などのね、古い訳では書となっています。念書、こっちは十ですね。言葉は違いますけど意味は同じです。ところ、ね、四つのところに心を定めるか、これ四念書とも言いますね。四念書、住も書もこれ意味は同じです。心を留める、ところにね、四つのところに心を留める、これが正念で、これがあなたが幸せになる道。我々はね、
ここに心行かないんです。これ以外のところに向いてたらね、まあ邪念とかね悪念といって幸せになれない。できるだけね、私たちが幸せになるにはこのね4つのところに心をいつもね向けていく、これがね心が清らかになる唯一の道なんです。この大念珠経というお経にね、最初の方にねこんな文章があるんです。私これはね覚えておきたいなと思ってね覚えましたけどね、四念珠とは何かについてねこうおっしゃってる。修行が正常に達するために、憂い悲しみを超えるために、苦しみ悩みを超えるための道、知恵に達するために、涅槃を体験するための唯一の道ですと。こんなはっきりした言葉ね、私一切今日にないと思います。はっきりね、この道が悟りを開くねたった一つの道であるとおっしゃるんです。仏教では究極の目的を、ね、涅槃と教えますね。涅槃とはニルバーナといって、一切の苦しみが、滅びた消えた世界が涅槃。我々は涅槃をね究極の目的として進んでいきます。で、涅槃を体得するには知恵が絶対必要なんですね。物事をあるがままに見る、ね、そのあるがままに物事を見る方法が自己観察、ね、この4つを徹底して見ていくんですね。だから知恵に、知恵のことを道とも言いますから、道に達するためにとおっしゃるんです。で、仏教はですね、この汚れた心ね、この汚れがあるためにね、汚れとは水で言ったら濁りですよね、汚れ、濁り、汚れがあるために私たちは汚れに覆われて自分というものが見えない。例えば虚しきならばね、覆っているものがあるために本当の自分が見えないんです。荒屋敷というものが我々なんだけどね、それを覆っているものが虚しきで、私たちは自分でありながら自分がわからない。それで覆っているものをねなくしていくんです、ね、汚れをなくしていく。だから清浄にしていくのが仏教なんです。だから純粋な心で、清らかな心で仏法を求めていく、清らかな心になろうなろうとするのが仏法ですね。幸せになれないのはね、心がね清らかじゃないからです。心がね汚れてたりね濁ってるから、濁ってるから物事が歪んで見えてね、頑張っても頑張っても幸せになれない。物事を水がね濁りがないようにあるがままに見える状態に持っていくには、心をいつも穏やかにして、物事があるがままにね見ることができたならばね、臨終を迎えてもね、死を迎えてもね穏やかに死んでいける。でも私たちは心が清らかじゃないからね、臨終はバタバタして多くの方は死んでいきますけども、まずお釈迦様は四念住とは修行、これはもろもろの生を受けるものということですね。修他の生児と言いまして、ね、修はこれ、修行の修はこれ、修他。多く、皆さんはね、今だけが人間じゃない。過去世から何回もね、生まれ変わり、死に変わりをしてきた。また死んだ後もね、また続く可能性が多いですよね。これを修他と言います。修他の生児、ね、生まれては死に、生まれては死にを繰り返すから、これを修行というのは修他の生児という意味でございます。これ全ての人は修他の生児なんですね。そういう私修行がね、濁りを清らかに、汚れを浄にする、清浄に達するためにね、四念住が唯一の道なんです、ね、皆さんが求めているものがこの実践によって得られるんです。また憂い悲しみを超えるために、私たち人生ね、真面目に生きてたらね、日々でもね、憂い心配事がね起きてきますよね。悲しみもいっぱいございます ね。でもこれはもう仕方ありませんけどね、これを乗り越える力がある、これが仏法にございますね。憂い悲しみを超えるためにの唯一の道が四念住なんです。またね、今あなたが苦しみ悩んでいる、その苦しみ悩みをね超える、苦しみのままこれを超えることのできる唯一の道が四念住、まさに正念場、正念が唯一の道なんです。そして苦しみ、正確には苦しみ悩みを超えるには道、知恵が絶対必要だからね、知恵を達する、知恵を得る、
死に達するための唯一の道が四念住であると。そして私たちがまだ願ってないか知れませんが、究極の皆さん願ってもらいたいのは涅槃なんですよ。涅槃といったら心が清らかに完全になった状態であり、憂い悲しみが完全に超えられた世界であり、苦しみ悩みが超えて道に達した、知恵が、完全な知恵が得られたのが究極の涅槃でございます。その涅槃を体験するための、これは死んでからじゃない、一応仏教では生きている間に今ここで確かめられると教えますね。実際少ないですけどね。一応仏教は死んだら涅槃じゃない、親鸞聖人は生きている今、この後ね現象症状寿を話しますけど、生きている今症状寿になれて、ね、まあ、完全な涅槃までは難しくてもね、悟りがこの世で開けるとこう説くんですね。今ここで確かめることができる、これが仏法でございます。知恵に達するための涅槃を体験するための唯一の道、ここに大念珠経というお経が、はっきり最初に書いてあります。あと最後にね、こんな文章もあるんです。感動したのはね、年数がはっきり書いてあるんです。もし皆さんが四念住ね、これを真面目のね、真面目にね、真受けにして実践したならばね、7年間で悟る人もあればね、そこからだんだんね、6年5年4年とね、だんだん縮まってってね、1年からね、半年ね、1月、そして、7日、最後はね、7年間が最後ね、7日まで縮まってね、これをずっとね、本気で24時間もし実践ができたならば、7日で悟りが、まあ、不言化というね、あれからの一歩手前のね、浄土真宗で言ったら清浄寿二点ですけどね、51なんですけども、そこまでいけると、そういう文章がねこのお経の最後に出てるんで、これを真面目にやったならば、まあ、ここから多分私のこれ感想ですけどね、阿弥陀経にあるんです、ねね、修理明号一心不乱、ね、もしや一日もしや一日といってですね、南無阿弥陀仏ね、この念仏をずっとですね1日から7日間ずっと一心不乱にね、修理明号、ね、念仏の実践ができたならば、ね、命が終えたと同時に、即得往生できると、浄土に往生できる、1週間でできるとあるのはね、まあ、ここに初期経典にいたらこれに根拠があるのかなと私は、まあ、勝手に思ったんですけどね。はっきり年数、いや日にちまで書いてある、真面目に実践したら、ね、誰でも悟りが開ける。ただね、現実は、ね、ずっとね正しいところに思いを留めることが難しいので、どうしても普通は、ね、難所をかかって悟り開く人が多いと思いますね。根性で悟る人は少ないと思いますけど、でもね、あなたの心がけ次第で、あなたの努力次第で、ね、悟りが早いか遅いかはね、分かれてきます。またね、たとえね根性で悟りが無理でもね、まあ、悟りはやっぱり多少の問題ですから、ね、でもね根性ね、ね、仏法を求めていくことによってね、また次の章ね、人間に生まれて、また仏法のこの続きの文法をすることもね、素晴らしいことでございますから、ね、命が終わるまで、ね、仏法を大切に求めて、この世を幸せに生きてもらいたいですね。私の人生後悔なかったと、ね、臨終もにっこり死んでいってね、また次ね、仏法が聞けるようにね、なることもとても大事だと。一番はやっぱり悟りを開くことですけどね。でもね、それは分かりません。皆さんの努力次第、皆さんの心がけ次第でね、どこまで進めるかはね、分かりませんけどもね、まあ、これが皆さんね、これ実践するだけで、先ほど言いましたようにね、心が穏やかに安らかにね落ち着きます。この自己観察、これすることによってね、知恵がちょっとずつついてくるんです。そして心が穏やかになります。だからね、この実践はねいいと思いますよね。体を、ね、見続けていく、体の動きですよね。そして感受、ね、感覚、苦しみ楽しみ、どちらでもない、あるいは、嬉しさとか憂いもね、そのままの自分の感じているものをそのままあるがままに自己観察して、見つめていく、受け入れていく、無理やりね抑え込んだりしない、
自分を、体を客観視していく、自己観察ね。受はこれ、感じ、ね、感覚を自己観察していく。で、体や感覚が見れたらね、心が見えやすくなる。一番は心が大事ね。心をね、あるがままに見ていくんですね。もしね、あの怒りが起きたら、あ、怒り、怒り、怒りと自分というものを見つめていくんですね。嬉しかったら嬉しいと見ていくんですね。これできたらね、ね、もう酒飲みたいとかね、タバコ吸いたい、そんな気持ちがなくなっていきます。やっぱりね、現実をね、ごまかしたいからね、私たちはお酒に走ったり、ギャンブルに走ったり、ね、タバコに走るんだと思いますね。自分の心を大事にしていくと、ね、だんだんそういうね、現実をごまかすような気持ちはなくなってね、自分を真面目に見つめていくと、本来の自分、本当の自分が感じられ、ね、見ることができたらね、心は穏やかになっていきます。幸せを実感することができます。で、最高レベルの、念がですね、法でございまして、これは真理ですよね。師匠体とか十人念とか、ね、真理がいっぱいございます、仏教にはね。それをね、その真を思い出して、それをね、念、心にね、かけていく。ね、サティ、ね、気づきの実践をしていくということで、四つの物柄をね、今に心を、ね、寄せて、気づきをとどめていくと。これが真珠心法の、これが、自頭妙、法頭妙の内容でございます。真理を発見するにはね、科学者はね、この外をね、望遠鏡とかいろんな顕微鏡でね、自分以外の心以外の外をね、観察して真理を発見しますけどね、仏教は違う。ヨーガと言いまして、あなたの心の中に真理がある。ね、自と法は一つ、ね。あなたの心にね、既にもう真理が存在するんです。悟りを開く条件揃ってるんです。自己観察をすればいいんです。ね、自己観察の道が仏教なんですね。これを四念住と言いますね。ね、だから自己観察ができたならばね、幸せになれる。私たちついついね、結構欲も怒りもね、外ばっかり目が向いてるんですよね。自分の心が生み出してるんです。怒りもね、欲もね、あなたの心が勝手に生み出してるだけ、ね、原因は外じゃない。外は縁です。直接原因、根本原因は自分にあるんです。自分の心をいつも見つめていくんですね。これが悟りへの道で、私たちは自分が暗い、無明と言ってね、自分が暗いから、この無明の闇を破るためにはね、具体的に体を、感覚、感じを、心を、法をね、見つめていく、観察していくということで四念住が、教えられました。で、またね、次別の視点からね、あのこういう言い方もね、あることも、知っておいてもらいたいと思います。仏教ではね、こういう4つの真理が説かれている。私たちは体は綺麗と思ってますけども、実はね、ものすごい汚いものが我々の体であるということが一つ目。二つ目は、人生は苦難、苦しみが充満している。これが生きてし生きとし生けるものの実態であると。生まれてから死ぬまで苦しみにあふれた世界がこの人生。これ私たちね、嫌だからね、現実をね、お酒やタバコやね、いろんなものでごまかしてね、結構人生楽しいよと言ってるんです。本当に楽しいならばいいけどね、真面目に人生を見つめたならば、ね、この感覚、ね、まず体というものは汚いものだと、これが分かったら、ね、貪欲が消えていきます、ね、憂いが除かれていきます。そしてね、今皆さんが感じているものはね、本当はみんな苦しみなんです。苦しいのが嫌だからね、ね、苦しみをなくすためにね、ごまかしたり、まあ、薬なんかもね、やっぱり、打たないと痛いから、苦しみは嫌だからね。だからとにかく苦しみを避けて、苦しみをごまかそうごまかそうと私たちは働くのが煩悩なんです。真受けにしたらね、もう苦しくてたまりませんから。でも真実は苦しみ、この感受ね、受け取る感覚ね、いろんなものを私たちはね、五感から受け取るけどね、実はみんな苦しみなんです。真実はね、
でも真受けにしたら苦しいからね、いや結構楽しいよ、無理やりね何かでごまかしてね楽しもうとしたり喜ぼうとするんですけどね、まず真実は、ね、苦しみである。だからお釈迦様ね、何もかも恵まれていたお釈迦様、今で言ったらね、もう大富豪ね、もう不自由、何一つ不自由ない、女性も何百人といた、ね、お金にも困らない、そういう最高の環境にあったお釈迦様でもね、人生は苦なりということを発見して一切を投げ捨てて仏道に入ったのはね、人生が苦しいだということがですね、こう敏感にね受け止めることができたから、ね、仏道修行に励んだんです。よく人生ね観察すれば、まずは感受ね、この感覚、私もこれ感じましたよね。本当にね、まあこれが良かったんですけどね、この肉体があること自体が実は苦しみです。だからといってね自殺したらもっと苦しさに行きますよ、ね、肉体を持つこと自体が実はね、感受自体が実はね苦しみなんです。これを真面目に受け止めて、苦しみだからこそね、これがそのままね喜びに変わる世界、仏教を聞いているとだんだんね、確かに苦しみだけどもね、苦しみを乗り越える知恵がついてくるからね、この仏道修行もね、楽しみながら楽、喜びを感じながら進むことも可能です。逃げていてはね解決はできない。そして苦しみを因として私たちは下脱したいという気持ちが起きるんです。下脱、これ人生ね苦しみね分からなかったらね、まず仏教を聞こうという気持ちが起きません。私が良かったのはやっぱりね、若くしてね、人生苦なりね、そうだなと思いましたね。大学にね一応入ったはいいけどもね、虚しさを感じました。お釈迦様がおっしゃる苦はね、単なるねこれ痛みじゃないんですよ。単なるね普通一般に感じてるね苦じゃなくてね、お釈迦様はねドゥッカとおっしゃってね、このドゥッカというお釈迦様の言葉にはね、この虚しさも入ってるんです。人生の虚しさ、あるいはね不満、結構お金に困らない、生活困ってないのに何かね満たされない心、皆さんありませんか？何をやっても虚しい、喜びも一瞬ね、よく言いますよ、オリンピック選手がね、君らにとってもね本当一瞬だそうですね、喜びはすぐ消えてしまうんです。このために4年間頑張ったけどね、得られた後喜びはスーッと消えていくんです。みんなから褒められたら喜べますけどね、無常ですから、ね、本質は虚しさ不満。まだもっと言わせてもらいますとね、たとえ金メダル取ってもね、臨終迎えたらその取った喜びは全部消えるんです、ね、仏教ではね、どんなことがあってきてもね消えないね安定感、喜び、満足、安心というものが、これが涅槃なんですけどね、そういう幸せを皆さんは掴む必要があると思いますよね。それにはやっぱりね、この四念住の実践によって涅槃、涅槃とはね憂い悲しみを声出せた、ね、もう一回言いますと、涅槃とは我々が心が清浄になった世界、憂い悲しみを超えた世界、苦しみ悩みを超えた世界、超えるためには道、知恵が必要ですね。知恵を体得したこと、知恵に達したことが涅槃でございます。その涅槃を体験するための唯一の道が四念住だから、これをね体をまずね徹底して見つめていくとね、汚いでしょ、まあ若い人はねお風呂しっかり入るからいいけどね、だんだん年寄りになったらねお風呂嫌がるんですわ。うちの父もそうでした。だから臭いんですよね、またお漏らしもするし、だんだんねトイレもね、私も最近もうちょっと年を感じましてね、おしっこがねもう早くなるんですよね。下手したらねグッとやったらね漏れることも前あったんですけどね、もう60超えたらやっぱりこうなってもっとひどくなるんでしょうね。これみんな通らねばならない道、年寄り笑うな行く道やですよ。だからよく年寄り臭いでしょ、あれお漏らしするからですよ。これ誰かって同じね、みんな汚いものをね、おしっことか大便とか涙でもね、みんな汚いものをいっぱい体持ってるんです。これをねお釈迦様ね、あるがままに見なさいと、これ見えたらね、まあ異性に対する欲も消えるとお釈迦様もおっしゃるんですけど ね、誰もが汚い体、ね、これが真実なんです。だからね、例えばね、死体とかね、こういう体もね、一体見た方がいいです。お釈迦様、あえてね、亡くなる時もね、自分のね、醜い姿を見せておられますからね。
だ本当は今もう日本ではね、あのエバーリングといってね、死体をきれいに化粧しますけどね、本当はあるがままに見た方が本当はいいんです。ショックですけど、死体の写真とかね、本当は見た方が本当はいいんですわ。でもそんな見るの嫌やからね、テレビでは隠しますし、写真では撮ったらなんか、悪口言われますけどね、本当はあるがままに、ね、体にしてもね、不浄なものであることを見る、死体もね、私の未来の姿、これを見つめたらね、死を考えますし、ね、やはり清らかなものを求めたくなりますよね。体は汚い、当然これも普通汚いんです。でも仏教はね、まあ、体はどうしようもありませんがね、一番は心ですから、心を清らかにする、これがあなたにとって幸せですから、清らかにする教えが仏法で、まずは不浄であることを知ること。私たちは迷ってます。体はね、結構綺麗だと思ってますよね。まあ、若い時はもうかっこいいですからね、肉体もあって綺麗な体と思ってますが、とんでもない。あるがままに物事を見たならば、うちの私の体は不浄なものであると、これをね、まず認めることが最初であります。体を正しく見たらね、2日1週間なかったら本当臭いです。よくたまに不老者がいますよね、電車にたまに乗ってきます、もう近づいたら臭くてたまりませんよね。あれお風呂もうずっと入ってないからです。誰でもそんなになるんですよ、ね、毎日お風呂入ってるから匂い放たないだけであってね、もう時間経ったらもう体は臭い体になります。これみんな同じなんです。そういうね、不浄な体というものをですね、あるがままに見つめていくこともあなたが悟り開くには大事なんです。我々はね、4つの逆さまの考えがございます、ね、清らかだと思ってますね、体はね、ね、人生は結構楽しいと錯覚してます、ねね、お酒やタバコやギャンブルなんかは楽しいかもしれませんが、それは仏教ではごまかしですよとおっしゃるんですね。タバコ飲まなかったら苦しい、酒飲まなかったら苦しい、臨終迎えたらね、酒もタバコも何もないんです。だからあるがままの自分を知って、ね、人生は苦しみである、感受は苦しみであると、これを知ることによって、この解決が悩んですから、解決が仏法にございますからね、これを知ることを通して、ね、仏法を求めるご縁に、ね、してもらいたいなと思うんです。それにはまずね、あるがままの自分を、ね、認めるところから悟り、認めるところから幸せが始まりますから、これを否定している間はね、心は成長しません。これを認めるところからあなたの心が成長して、やがて、この涅槃にまでね、たどり着くことができる。多くの人はね、この自分にとって都合の悪いね、ことを否定してますから、否定せずにあるがままに自己観察、ね、徹底して自分というものをですね、正しく、ね、知ってください。正しく、ね、熱心に、ね、念を備え、承知を備え、ね、正しく知ってください、正しく、ね、念じてください、こうね、教えられるんです。で、体を見つめ、ね、感覚を、ね、あるままに受け入れていく。あ、今苦しんでるならば苦しんでるんだなと、ねね、自分の心を正直に、感覚を正直に見つめていく。そうすると、お釈迦様がおっしゃった悟りの一つ、人生は苦なり。お経にはね、この悟りをね、定型句でね、無常苦無我とね、初期経典にはよく出てきます。悟りとは何ですかと聞かれたらね、こう答えるんです。無常、諸行は無常、ね、一切皆苦、あるいは一切行苦、諸法無我、これが悟りの三層、悟りを表した三つの姿。悟りは同じなんだけどね、写真でも皆さんならばね、前から撮った写真と斜めから撮った写真、横から撮ったら顔写真が変わりますよね。それと同じで、悟りでもね、見え方、見方が違うだけでね、ね、無常という真理、苦しみという真理、無我という真理、これが分かったのが涅槃なんです。で、逆にね、皆さんがね、人生苦しみだなぁとね、今もう分かる絶好のチャンスですよ。年取ったらもう苦しみいっぱいありますからね。で、これを知ることは悟りに近づいてるんです。またね、もう死も
ね、未来にも今でも無常が迫ってますけどね、無常を知ることが悟りに近づけるんですよ。また我なんかない、ね、自分のものなんてどこにもありませんよね。固定ができない、実体ができない。だから皆さんの日々の生活でね、これ真理を悟れるチャンスがいっぱいあるんです。だから真理はね、外にあるんじゃない、あなたの中にね、悟りの条件が揃っているんです。自己観察していくことによってね、で、体は不浄、ね、人生は苦なり、ね、諸行は無常、諸法は無我、それが分かるね、条件が揃っているんだから、自己観察が仏法なんですね。四念住とは自己観察です、ね、そういう素晴らしい教えを教えた様はね、ね、初めから終わりまで一貫して教えられたんです。十はね、苦しみであることをですね、受け入れていく。もちろん楽しいもありますよ。その時は楽しい時は、今私は楽しんでるなぁと、ね、あるがままに、ね、受け入れていく。で、謝辞といってね、どちらでもない、ね、苦しみでもない、不苦不楽といって苦しみでもないし、楽しみでもなければ、今私は不苦不楽だなと思って、それを受け入れていく。こういう訓練していくんですね。常にね、心をね、外に向きがちな私を常にね、心を見つめていく訓練、これが実は仏法なんです。で、これができると心がね、見えやすくなる。心が見えるとね、我は自分じゃない、本当の自分は感情だと、本当の自分がだんだんね、見えてくるかと思います、ね、正直な自分ね、ね、信念自由すると、心はね、もう無常であることが分かりますわ。もう心コロコロでね、皆さんよく聞くようにね、心と語源はコロコロから生まれたね、心コロコロ、お盆のね、卵のようにね、ものすごい勢いでコロ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 するからね、老いことって心と言った、ね、すごい勢いで変わりますから、喜んだり落ち込んだりね、嬉しかったり悲しかったり、すごいスピードで心はね、揺れ動いている。それをね、瞬間瞬間実は見つめていく訓練が信念住なんですね。これやっていけばね、どんなにね、怒りがあってもね、苦しみがあってもね、すぐ消えますから。心を見つめたらね、あの客観視すると、その心はね、落ち着きますから。だから意識してね、自分の心をね、あの客観視する訓練するんです。これができるとね、結構煩悩はね、起きにくくなりますね。怒りが起きますよね。その怒りを消すにはね、これをね、客観的に見る心をね、起こすんです。そうすると怒りはスーッと消えます。この客観的に見る心、これが知恵ですから、この知恵を起こしていくんですね。観察イコール知恵なんです。自己観察、どんなものでもね、もうあるがままにね、体、住、心、法をね、あるがままに見つめていくね。そういう訓練することによって、どんな頃もね、すぐ消えますから、ね、怒りもね、すぐ消えます。妬みとかいろんな頃もね、そういう訓練さえしていけば、それでだんだん心はね、自分で自分を 見ることができるようになって、自分で自分を知ることができて、だんだん心は成長していくんです。だから体を見る、感受、ね、感覚を見る。そうすると心もね、だんだん見えるようになってね、諸行無常もそうだなと、ものすごい勢いで心は変わってるしね、現象を見てもね、もう無常なものばかりですよね。ちょっと街歩いたらもうね、景色も変わってるし、すごい勢いでね、世の中の現象も変わってるし、もっと早いのが私の心の動き、まあ、これは早すぎてね、感じないかもしれませんけども、すごい勢いで心は変化しております。それもね、見つめていく訓練をしていくんですね。これが信念住でございますね。心を、ね、今に留めて住む心をね、今の瞬間瞬間、実況中継とも言いますけどね、実況中継、もう今に心をいつも集中させていくとね、これをやると妄想が起きなくなります。煩悩が起きにくくなって、この煩悩をね、減らす方法でもあるんですね、これをやると。だからこの四念住がね、涅槃を体験するための、知恵に達するための唯一の道ですと、こうお釈迦様がおっしゃるんです。で、最後が法念住、まあ、これが一番ハイレベルの、あの瞑想法で、
まあ、一番難しくて、まあ、ちょっとあまりね、話せばピンとこないんですけども、ね、法はこれね、真理、ね、お釈迦様が説いた四正体という教えとかね、八正道とか七覚心、ね、いっぱいお釈迦様はですね、悟る方法、真理をいっぱいいろんな視点から説かれました。まあ、それを聞いた人に対して言われてますから、聞いた人にはちょっとこれピンとこないですけどね、詳しく知ってる人にはその法をね、思い出してそれに心を留めていくんです。真理を念じていく、真理をね、気づきの瞑想をすることによって無我が分かると。私というものは固定不変な我じゃないことが分かるし、ね、物も一切の物柄に、ね、実体はない、あらゆる物柄に本性というものはない、ね、本性は真理だけ、ね、全てのものは、ねね、刻一刻と変化し、実体というものは大宇宙には何一つないということが分かる。これが諸法無我の、悟りでございます。我というものは一切ない、ね、あるのはあなたの思い込み、ね、私たちは自分というものを勝手に、ね、イメージして変わらない自分がどこかにあると思ってますけどね、どこ探しても我は存在しませんから、全部ひっくるめて私ね、いろんなものがね、条件が揃って私ですから、だから呼吸くとね、私は変化してます。だからいろんな私が出てきます。だからどんな自分が出てきてもね、これも自分、これも自分とね、受け入れることができたらね、幸せになります。ね、これは自分じゃないとね、否定するんじゃなくて、いろんなことが起きてもね、これも全部ね、因縁の事実ですから、因縁によって生まれた私の心ですから、それを全て受け入れていく、ね、どんな心が起きてもね、どんなものを見てもそれをね、あるがままに、見つめ、受け止めていく、そういう訓練をすることによって、ね、この真理が、ね、体得できる、ね、一切まず体から言ったら、もちろん心もそうですけどね、これも不浄ですけどもね、一応、教えから言ったら、この体が不浄であるからね、執着すべきものではないということが信念中で知らされます。そして十念中でこの感覚というものを見ていくとね、苦しみにあふれている、苦しみがいっぱいありますね。人生の本質はドゥッカ、ね、虚しさ不満にあふれた人生だから、だから下脱したいという気持ちが起きたらいいんですよね、苦しみをごまかすんじゃなくて受け入れていくことが苦しみをなくす方法でもある。この苦しみはね、また当然ながら執着というね、種まきによって起きますから、執着をなくすことによって、執着を減らせば苦しみも確実に、私も実感ございますから、減っていきますから、執着を減らしていくためには捨ですよね、徹底的に執着を捨てていく、これによって心は穏やかになっていきます。そして信念自由、ね、心を見ていく、そうするとね、心を常にね、とどめて見つめる訓練していくと、ね、諸行は無常である、コロ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 するのが私であり、あらゆる現象はね、全ては無常であることもね、少しずつ分かってくるんじゃないかなと思いますね。で最後はちょっとレベル高いですけども、法、真理そのものをですね、思い浮かべ、念じていくことによって諸法無我が、ね、分かってくるんじゃないかなと思います。これが真珠真法というね、四念住の教えでございます。この四念住こそが我々修行が心が清らかに清浄に達するための唯一の道、憂い悲しみを超えるための、ね、唯一の道、苦しみ悩みを超えるための道、知恵に達するための唯一の道、涅槃を体験するための唯一の道、これが、四念住、正念というね、八正道の中の少年を詳しく開いた、四つ開いたのが四念住の教えでございます。でこれを実践したらね、涅槃を体験できる。で親鸞聖人はね、まあ究極の涅槃じゃありませんけど、その一歩手前のね、あの清浄樹になったことを親鸞聖人ねおっしゃって、この親鸞は現象に十種の利益が得られたと、こうね、おっしゃってます。生きている今、死んでからのお助けじゃないね、死んでからならばね、なかったらどうするかとなりますからね、親鸞聖人はたくさんのお経をいっぱい読んでね、それを親鸞聖人なりにね、十にまとめてね、十の素晴らしい利益を親鸞は得たからね、
皆さんも得られますから、これを参考にしてね、このね、涅槃に入りたい、仏法を聞きたいという気持ちを起こしてもらうために、元照に十種の利益を教えられました。それをこの後ね、お話をさせていただきたいと思います。